どうも、なめこです。那須荘を観光中のオープ主。暑すぎるから、さっさと切り上げるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまオープ主は、バハマ国、那須荘を観光中です。先ほど海賊博物館のパイレーツ・オブ・那須荘を出て、次の観光地まで移動中でした。でした?他にもシャーロット砦や、ラム酒の醸造所に行くつもりでしたが、暑くて外を歩きたくありません。もう船に戻りたいです。そこまで暑いのか?旅でヘバループ主なんて、初めて見るぜ。気温も暑いですが、直射日光がガンガン体力を削ります。帽子はしていますが、おまけ程度の防御力です。また荷物も不要なものは置いてきましたが、それでも6キロくらい。汗が滝のように流れ、カバンにも染み込んでいきます。30代おっさんの汗が染み込んだリュック。まさしくお仏だな。さて正面の建物が、ガバメントハウス。最後の力を振り絞り、近くにある観光名所にやってきました。でこれは何なんだ?総督官邸、お偉いさんの住む家です。まあ外から見るだけなんですが。海沿いまで戻ってきました。この辺りはマーケットが並んでいるので、冷やかしながら船に戻りましょう。正面に見えるのはセニョール・フロップス。中米に15店舗のチェーン店を持つ、メキシカンレストランです。旅ブログでもおすすめと書いてありましたが、ウプ主は今回はパス。観光客で賑わう海辺の道を、テクテク歩きます。マーケットを覗いてみましょう。なんかいろいろありますが、物欲は全くくすぐられません。続いて大通り側の商店街。爆音の BGM が鳴り響き、とっても賑やかです。スタート地点に戻ってきました。ここではタクシーとかの客引きが多いので、そちらを利用した方が体力的に良かったかもしれませんね。途中で係員にパスポートを見せ、桟橋に戻ります。なおこの那須荘での反省から、次の寄港地サンファンでは、できる限り荷物を軽くしました。予備機のミラーレスや、交換レンズなんてもういらないぜ。ただいま10時。8時に出発したのに、2時間ほどで戻ってきてしまいました。出港まであと3時間半。今から街に出る人も、結構いるんだな。ここカリブではラム酒が有名で、お土産屋も結構ありますが、そのまま船に持ち込むことはできません。
この後通る保安検査などで、預ける必要があります。船内の高いお酒を飲んでもらわないといけないからな。下船前日の夜に、預けたお酒は返却されます。乗船するには、まずこの建物で保安検査を受けます。保安検査が済んだら船に乗船。船に乗り込んだところで、シーパスカードをピッとしてもらい乗船完了です。船内のあまりの涼しさに、ウプ主が雄たけびを上げています。眺めがとっても良さそうなので、16階から見下ろしてみましょう。3階から16階に、エレベーターで一気に上がります。何度見てもすごい光景だぜ。周りのエレベーターも、絶賛稼働中だな。なおこの3階から16階への、カットなしのノンストップ映像ですが、10回くらい撮り直しし、20分くらいエレベーターに乗り続けてました。他の階で泊まることが多いので、カットなし映像は貴重ですよ。そして上からの眺めがこんな感じ。めっちゃ綺麗。濃い青、薄い青、そして波紋が合わさり、美しすぎます。今度は船体後方からの眺めを見てみましょう。すごすぎるでー。以前にお話しした通り、那須荘は小さな島なので、このように高いところから眺める景色はクルーズ船ならではですね。贅沢な景色、贅沢な時間だぜ。映像では一方向だけですが、全方位が絶景。改めて世界は広いんだと実感しました。さて、現在12時30分。那須荘出港は14時。あと90分ほどで出港です。これだけ綺麗な景色なんだから、出港シーンもきっと絶景だぜ。昨日の出港シーン取り逃してんだから、今回は絶対に収めたいぜ。ですね。
完璧なスケジューリングで、絶景出航シーン、撮っちゃいますよ。次回は絶景シーン、期待しといてくれだぜ。勝ったな、ガハハ、だぜ。それでは今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。